ジェフリー・ダイチは、アメリカのアートディラー、キュレーター。ロサンゼルス現代美術館長であり、ダイチプロジェクトの経営者でもある。これまでに、オノ・ヨーコ、アンディブ・オーホル、キース・ヘリング、ジャン・ミシェル・バスキア、ジェフ・クーンズなど、トップアーティストを手掛け、森美術館やギリシャの実業家ダキス・ヨアヌーなど、世界的な美術館やコレクターのアートアドバイザーを、務めている。そのため、 アート界の乱す王とも称される。彼が1992年に企画したポストヒューマン10は遺伝子工学などの新しい科学技術が従来の人間の概念や倫理観を刷新していくことを展覧会によって予見し、その後の芸術に多大な影響を与えた。フランス、ドイツ、イタリアなど世界7カ国を巡回し、ダミアン・ハースとフィッシュリアンドバイス、 ポール・マッカシーなど参加していたアーティストのほとんどが、現在、世界的な知名度を獲得し、活躍している。また、歌手のマドンナや、映画監督のミシェル・ゴンドリー、デザイナーのジェレミー・スコットラとコラボレーションするなど、マルチメディアな活動を展開している。公式ウェブサイト、ありがとうございます。